はい、たけしです。ギグスギアナビ6月号、この動画で紹介するのはじゃん、見てください、ゼマティス。まずこのルックスを見てほしいんですけど、このトップアルミトップかっこいいですよね。ちょっとアップで見せます。これがね、こっちのボディの方にもこの Z のマークが入ってるんですけど、すごいこの見た目のかっこよさと相まって、また音が、僕実はあのゼマティスのギター初めて弾いたんですけど、すごいこのクリーンもそうだし、沈みもそうなんですけど、あのハイの音がすごい綺麗に出るんですよ。これ実際歪むとこんな感じです。もう見た目のかっこよさもそうなんですけど、こうサウンドが本当に特徴的で、ゼマティスでしか出せない感じなんだなーっていうのがすごい弾いて思ったんですけど、本当にあのハンバッカー系のギターとかシングル系のギターとはまた違う、本当にゼマティス独特の、多分きっとこのボディのトップ材とかこのブリッジとかテールピースの感じがすごく出てる、サウンドがすごく特徴的で、ものすごい見た目と相まってかっこいいギターですね。なんか正直これ飾っといてもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。なんかステでこの多分ピカピカ光ってる感じがステージ行ったらすごい照明も映えると思うし、なんかその見た目とサウンドの特徴と、こうこれはっていう一本なんじゃないかなと。もうちょっと音出してみます。ということで、今回はゼマティスの A24MF ダイヤモンド&Z を紹介しました。